でアドバイスをするとやっぱりまだ後ろの人との関係性ができない後ろができてないといかない一回やらないといかないといかないといいじゃんいやいいよ、ライボーじゃあ津波コーチのワンポイント解説ですね、この練習は非常にこうクロスの方向性ちょっとこうボールが内側に行き過ぎる人とか、遠心力があってクロス蹴るときに、キーパーを行き過ぎてしまう人とかそれを修正するために、結構使う練習です。ポイントとしては蹴り方まず伝えます。インフロントキックです。インフロントキックというのは足の甲を伸ばした状態インステップに使います。思いっきり上げた状態インサイドです。間、中途半分とかですね、その状態をこう足一番開いた状態でここの前の方に当てる、その蹴り方で、蹴り方よりも助走と体を寝かす、ちょっと僕は今膝痛いんであんまりキックで言いませんけど、体を寝かしながらこうやって寝かせて移動をこう押さえつけていく、必ずあちら側のコーンの向こう側から入っていく、あのコーンよりも内側を通るようなことのないようにしっかりと寝かしながら蹴っていく、そういう練習をしてほしいです。立ったまま蹴ると蹴れるんですけど、ボールだけ内側に入っていく傾向があるので、できれば外側に向けて蹴って、ダン、おへその角度も中に入ってしまって、おへその角度を外に向けながら寝かせて浅いつける、そういう練習をしていく。太田光介選手は横浜FC の時毎日100本近く蹴って、あのような素晴らしいキックをこれで身につけております。本人も言っておりますので大丈夫です。よろしくお願いします。もう少しインステップにかかるような蹴り方をすると、もうちょっとスピードが出る。Thank you.